アレキパの名前の由来は皇帝がケチュア語で人々にアリクヒペと言ったことから来ている。アレキパのセントロにある建物は近郊で採れる白い火山岩から作られているためシウダブランカと呼ばれている。初期のアレキパの住民はその生活を狩猟、採集などに頼った遊牧民であった。その後のプレインカ文化により山が飼育されるようになり、 農業の発展とともに定住化するようになった。その間、主要な灌漑用水路が、チリ川の谷に作られ、それにより谷の両側に作られた棚田による農業が、発達した。柳バ屋族やチンベ族は、カバナ族やコログア族とともに、現在アレキパの町のある場所に定住し、谷内で、農業的経済を発展させていった。サパインカのマイタカパックが、 チリ川の谷に到着した際、彼は町を建設しなかったが、その代わり、彼は、インカ帝国内の他の土地からの移住者に、未征服の村々を支配する方法として、既存の住民を支配し、情報活動を行い、国境の飛び領地を強化するために、谷内に移住することを命じた。そして土地は、今日まで存在しているヤナフアラ、カイマ、チアバソキャバイヤ、 キャリケートなどの町を創設した約3000家族に分配された。スペイン人によるアレキパの町の創設は、ガーシー、マニュエルでカーボハルによって、チリ川の谷において、1540年8月15日に実施された。アレキパの町の創設は、海岸の町である、ビラ・アーモサの再配置の一環であったため、創設時において、アレキパは、 すでに市議会を有していた。ビラ・アーモサの名前は、ビラ・アーモサでアレ・エキーパーとして、その一部が残された。カール5世と、スペイン王は、1541年9月22日に、アレキパの町に、死の称号を与えた。町の移転は、新しい町の創設のための政治的な権力者として、選定されたガーシー、マニュエル・デ・カーボハルにより主導された。 町で実施された最初の公的な建設作業には、主教会、市役所、チリ川の橋、ヌエストラ・セニョーラ・デグラシア修道院があった。スペインによる町の創設から3世紀以上の間、町の人口のほとんどはスペイン系の住民であったため、スペインの影響が大きかった。アレキパとペルーの他の地域とを区別する一つの側面として、 フィデリズモと呼ばれる現象である、街の明確かつ公的なスペイン王室への制約があった。最も顕著な援護者には、フランシスコ・デ・ポーラ・キロス、マリアーノ・デ・レベーロ、ニコラス・フェルナンデス、ジョゼ・ミゲル・デ・ラスタリアなどがいた。結果として、スペイン王室は1805年の直挙より、アレキパに中世であるという称号を与えた。さらに、 他のペルーの都市との距離が離れていたため、アレキパは自由主義の影響をそれほど大きく受けなかった。これらの自由主義の動向や独立派の軍隊がアレキパに入ったにもかかわらず、アレキパは地域の政治力の闘争があったことから、アヤクーチョの戦いまで以前としてスペインの支配下にあった。植民地時代における銀の交易ルートと、 独立後の羊毛の交易ルートが交差する有利な場所であることにより、アレキパには行政的、商業的、及び産業的なパワーが蓄積することとなった。さらに、1820年代初頭からその10年後まで、アレキパの社会は、他のペルーの地域と同様に、スペインからの独立後の過渡的な時代であった。こうして、アレキパはペルーにおいて、 重要な政治家の誕生地となっただけでなく、アレキパを全国的に有名にした多くの政治的な動向のシーンにもなり、このことがこの町の法的及び経済的な安定性を守るための役割を果たした。こうして、アレキパのリマのライバルである、ペルー第二の都市としての重要性が確立した。1835年、ゼネラル・オブレイゴッソ大統領は、 1835年1月13日の大統領令により政府をリマからアレキパに移転した。その一方、リマではフェリペ・サンティアゴ・ソリバリー将軍が自身を共和国の最高責任者としてオブレーゴッソが首都にいないため国はリーダー不在であるということを議論した。その後、オブレーゴッソは当時のボリビア大統領アンドレスでサンタクルーズから フェリペ・サンティアゴ・ソリバリーの要求に対抗するための支援を得ようとした。1836年2月4日にアレキパ近郊の内マヨで戦闘が勃発し、ソリバリーは敗北し、3日後にはソキャダイアでアンドレス・デ・サンタクルスが敗北した。しかし、1836年2月18日、ソリバリーらはアレキパの中央広場で撃たれた。 ペルー・ボリビア連合への参加の拒否を表明した後、チリ政府が遠征隊を送り、1837年10月12日に遠征隊がアレキパに到着した。戦闘を回避するための交渉により、1837年11月17日にアレキパ近郊の小さな町ポカルペタにおいて平和条約への署名が行われた。その後の数年間、町は、 反乱やその後の軍隊による選挙の舞台となったが、1857年6月29日のポカルペタの戦いにおいて、ミゲルデ・サン・ロマンにより率いられた軍が、マニュエル・イグナシオ・デビ・バンコの軍に対して勝利したことにより集結した。アレキパが、農産物や羊毛製品を中心としたビジネスや、交易の中心地として有名になったのは大体この頃であった。 太平洋戦争の間のリマの占領後、リザルド・モンテーロ大統領が1882年8月31日にアレキパに到着し、アレキパがペルーの首都であることを宣言した。さらにモンテーロは1883年4月22日、独立の建物群の場所に国会を創設した。彼は地域の軍隊からの軍事的な支援と、 経済的な上流層や南部の農業地域からの分配金や税収からの巨額の財政的な支援も当てにしていた。しかし、1883年10月25日の民衆の放棄がモンテーロ大統領政権を転覆させ、大統領はなんとかラパスに逃亡した。その後、チリの軍隊が市当局の支援を受けて10月29日年に アレキパを占拠し、占拠は1884年8月まで続いた。共和国時代、アレキパのインフラは大きく改善した。アレキパは、ヘンリー・メイグスにより建設された、港町のモイエンドや、クスコ、フリアカとつながった南部鉄道により、経済的に大きく発展した。モイエンド、アレキパ、ビトールをつないだ、アレキパ地域における最初の電報システムが、 1908年に創設された。最初の飲料水システム及び排水管が1914年に作られた。1940年にアレキパの国際空港であるアルフレード・ロドリゲス・バルーン空港が開業した。2000年、アレキパの歴史地区がユネスコにより世界文化遺産に登録された。しかし、 2001年6月23日のマグニチュード8.4の地震により、多くの歴史的建造物が被害を受けた。ロドリゲス・バロン国際空港、広報は、ミスティー火山この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。